はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、ロマリバーというわけで、ロマンシングサーガルユニバースの実況をしていきたいと思います。今日は、そうそう、ノエルさんとバトルをしようかなと思っていたり、お納めします。自分で言うのもおかしいな。そして今、ダンターグのやつが来てますね。すでに来てます。なんなら両方小づくのもいいかもしれないですけど、とりあえずね、時間がないので、危険があるからね。全部これに出していく。いってらっしゃい。まずノエルを行けるとこまで行きますか。最強パーティーで行こうかな。だから最近なんか結構こう、ロードが詰まるときありません？私だけかな。私のスマホが脆弱なのかもしれない。さあ、こちらですね。ダンターグですよ。ぶちかましをひらめきそうです。SSR の。レティティスさん、エイリーク、エメラルドと。ダンターグ熱に弱いと。これ結構シフワンチャンありますね。富岳100系結構刺さりそうですね。おりゃー。ね、これ引いて、ちょっとガチャパートはまた今度にしようかなと。で、今日が2月15日で、あ、待って、終わっちゃったかな。これ取ります。あ、ヴァンパイア、ヴァンパイアハントじゃない、ヴァンパイアレディね。いいですね。あ、ノクベクちゃんっていうか、バレンタインが終わりましたね。まあ、いいかな。ちょっとね、確かにロックブックじゃ欲しかったけど、引ける保証もあまりなかったですよね。でも、とりあえずダンターグは、一回は触りに行きます。一回はね。まあ、そんな話は置いといて、始めますか。サクッと行きたいけどね。お、ツバイクバトルですか。今日は金曜だもんね。そう、今第7章も来てるんでね、ちょっとね、いろいろやっていこうと思うんですけど。やっぱね、触りきれない。あ、あれ終わっちゃったのか。そっかそっかそっか。あれも終わりなんですよね。もうちょっとやっときゃよかったな。失敗した。まあいいでしょう。さすがに全部やりきれないから、まあやれるとこをやっていこうかなって感じですよね。ノエルがあと3日しかないんで、いけるとこまで行きます。最強パーティーはこれか？これかな？まあ、行きましょう。ロックブックにダークスフィアを覚えさせるのは結構ありだなと思ってたんですよね。火力的に。なんなら通常攻撃で勝てそうじゃない？最初だったら。いけそうな気がする。多分おしかも魅了当たるんですけど。嘘だろ。魅了当たるんだ、ボスに。むしろ妹に魅了されちゃうお兄様ってどうなの？ああ、しまった、今。もう全力にしたかったのに。いや、でもこれ全力いらないか。時短にしよう。通常攻撃の方が早い。まだのモーションかかんないから、で、終わった。10ぐらいまでは楽だと思うんですよね。さすがに。今、スービエと同じぐらいの強さだったね。で、また乾燥しそうだ、みんな。まあ、今も一応、七英雄パーティー組めますからね。3人だけだけど。まあ、とりあえず行くとこまで行きましょう。ていうか、行けるとこまで行きましょう。ちょっと BGM 持ち帰るけど。割とね、音ちっちゃくなるんですけど、まあ、聞こえるしかね、結構、動画にしてみると。カウンターか。全然殴っちゃった。いや、まだ弱い。実際カウンター強くない？これ 100% なんですよね、これ下手したら。これやばいっすよね。さらにソバットまでいるぐらい。てか、ずるくない？カウンター入れながら殴ってくれて、2回コードの便利性ディフェンス。データペダラは関節攻撃。こういう感じで遠隔攻撃をしていけないのか。まあ、毎度カウンターを取ってるか分かんないけどね。2段クラッシュ。カウンターしないですね。まだ楽ですね。全然いける。実際、あれですよね。ノエルって、なんか第2形態のソードバリアとかで何だろうっていう。あ、もう、あ、元に入る。あ、また飛ばした。これ、スルビアにとって一緒。もう なんでタイミングよく押しちゃうんだ、いつも。もう演出見えんかったから。すぐそういうことやっちゃう。これ手に入るの忘れてたな。逆に言うと、お。じゃあ、すべての断り。逃げましょう。ちょっと強くなったのかな。まあ、徐々に強くなってきますよね。まだ全然余裕そうですけどね。何に弱いのか。打撃というか。お、正解。あ、まだ可愛い。カポエラキック。音
がない。音がないのは仕様ですか。さあ、そろそろ全言語音でいきましょう。最強技をぶつけていこう。大障害ビアクラッシュ。これは大クラッシュ。大クラッシュ。雨ゴールに打ち込んで、まだ楽勝。いいですね。サクサク。ディスターブ完成しよう。それだけいい。まあ、ある程度完成するのはしょうがない。割り切りましょう。あとはガチャ回すしかないのかな。まあ、ピースをうまく使えばってのもあるんですけど、ね、私の方に下手するんじゃないですか。てかですね、キャラを固定するときはもうちょっと散らしてもいいかな。育成。さて、これが7戦目か。ヒットポイント重要だからね。ああ、カポエラキックは音がないやつ。ああ、麻痺るのが強い。そういう仕様みたいですね。バグなのか、どっちか。理由か。ナメスティフレクト。さあ、これは倒せないな、さすがに。まあ、でもとりあえずやりましょう。お願いいたしました。おお、ああ、そこ、牽制になっちゃうんだよね。大剣ベア好き。これ、剣戦ならダメっすよ。剣戦なら。そう、そこなんだよね、剣戦の弱いところ。オートしちゃダメ。まあ、突戦でオートしてる時点でちょっとお察しなんですね。一番消費が重いやつ使うから、剣戦が15で重いんですよ。いや、不動剣は使っちゃうんだよね。それダメなとこ。まださっさと言います。問題は本性を表してからだね。本性って一番皆さん本性を表したからね。同化の方を使ってん、でもノエルって結局同化の方を使ってるんだっけ。使ってないわけないか。ないよね。さあどうだろう、人型なんだよねノエルは基本的に。まあでもなんかでもちょっと違うか。どうだったっけ。突きかけとか使うしな。早っ。人形、ああ、でも人形これでいいか。まあ、モニカちゃん的にはありなんだよな。器用さわかるし。まだいけそう。全然いけそう。まあ、スペビアも10か、10回目で変わったのかな。音がないカボエラキック。やってくれる。ああ、またやっつった。これでまた剣戦出ますよ、剣戦が。ダメだ、剣戦。剣戦良くない。ああ、カウンター。強いね。剣戦カウンターされないかもね。なんなら連携でどうなんだ、カウンター。10人じゃないカウンターされるのか。あ、されないんだ。連携はカウンターされないのか。言ったんだ。まあ、たまたまだったのか。ナイスランクアップ。まだ全然余裕ですね。ロードがなんか長い時があるんだよな。さて、これが8。まだまだ普通だな。とりあえずピースをもらえるだけもらっちゃいましょう。なんだろ、8のレベル50キャラが強いかもしれない。なんかね、そろそろ手動もやっていこうかな。まだいいけどね。いやでも6部で強いな。あれ強化してないんですよ、あの武器 B で。割と普通にいい火力出そうだね。まあ、確かにあのヒットモイトマックスの時に火力が上がるってあれがついてるんだけど、まあ一応あとウィークだからってのもあるんだけどね。いやカウンター、このゲームのカウンター系強くない？ 100% でしょこれ。 100% はやばい。さて、ここは手動で行こう。さすがにちょっと毎回剣戦が出るのはまずい。麻痺は麻痺じゃない、微妙が出ないですね。さっきたまたまか、それともレベルが低かったから当たったかというか、カウンターしないでね。カウンターって止まるかとか。うわー、センター断面。
あ、すごい、うおー、ミスった。あ、いい関係ないよね。あ、カウンターしてた。あ、してたんだ。じゃあ、あれか。でも強っ。よくないよくない。残体勢あるのね。よくない。今更だけどさ。残体勢ある時点でさ、パーティー編成間違ってるね、これ。残パーティーじゃない方がいいな。打撃パーティーか。打撃か。斧って打撃だっけ？君だっけ？ってさ。体術とあれか。斧と、斧じゃないな。斧じゃなくて、コンボートとか。あー、なるほどね。さあ、次から本番ですね。まあ、最初の1回ぐらい勝ちたいよね。さあ、こっからが多分本番。さあ、姿を現す。あ、まだか、姿が。あ、まだですね。11かな。さあ、とりあえず、15分で押していくんですが、早いね。だんだん火力上がってきましたね。ナイス回復。いや、レジスタは本当は下手半減ぐらいになるから強いんですよね、レジスタ。うん、医療は、まあ、あれ確率低いからな。ワンチャン状態で当たるんだったら全然いけそうだけどね。出たー。てか、まあ、カポエラキック強い、マジで。どうしようかな、これ。せっかくだからオーバードライブにしようかな、そろそろ。切り替えようか、作戦を。落ちちゃった方が早いかもしれない、ゲスターが。カウンター強い。あ、これまずい。出たー、このタイミング。切ります。はい、というわけで続きいきますか。なんかボッコボコなんだよね。あれ大丈夫かしらね。これオーバードライブ待ちすることにしたんでしたっけ。大丈夫かな。ワンちゃんパリーって大丈夫みたいな。パリーパリーパリー、どっちかな。回し打ち、じゃあオーバードライブ待ちしなくてよさそうだね。今されるね、あれだ。リスタがしょうがない。なしでも勝てるでしょう。打れずに、どう大勝負がいい。大勝負がいいよね。ダークスピードも結局当たんないんだな。跳ねると、結局じゃない人よくない。カメゴーラ大不動的。回復要因はウンディーニでいいかもしれないな。ニックブックなんかなくていいかもしれない。あ、クラガチです。ちょっとまた完成しそう。ブドウリをゲットしましょう。さあ、こっからが本番です。最初は勝ちたいよね。さあ、神々しいノイル第2形態。BGM がこれですね。振りかかる火の粉は腹までも足りますまい。動きがノリノリだよね。動き自体は変わってないのかな。さあ、本番ですよ。いや、違うな。ここはちょっと勇気をためざるを得ないか。最初は勝てると思うんだよね。今のところ通常攻撃メルメルです。強力な攻撃が来るはずだ。前傾技がちょっと怖いからね。スピード上とかは使わない方がいいかな。でここでちょっと細かい技を吐いて、回復はしなくていいか。
し、まあ、結構運要素もあるよね。結構弱い攻撃やってくれれば助かるな。マギハライトね、かわいいね。この2人ちょっとね、アルベルトとデュスターブの部分を変えた方がいいでしょうね。ちょっとレジストついてるの結構つらい火力出ない。でもこのままだったら普通にいけそうですね。一回最強攻撃でいければ上等っていう考えで、なんか今んとこすごい火力が優しいなたまたまだと思って強力な攻撃をしてきたんだけど、データ音速圏レジスタルかだと思うけど、まあそんなに強くないじゃん。これ全員あ来た、突きかけかっこよくなってる。でも骸骨が飛んでこないぞイメージが違う。そっか、モニカちゃんたまんなかったか。今殴られてワンチャンかと思ったんだけどね。まあいいでしょう、4連休で。多分これでかなりの大打撃与えられると思うんだけど、火力がちょっとね、2人ちょっとレジストされて、大将来、あ、大将来も、今大将来でもレジストされないか。もともと能力なんだよな。いや、きついですね。中目代わりがすごい、ジニーちゃんがすげえ、まず頼りになる。倒せなかったね。頂点後ろ1人、まだ火力かわいいっすね。これだったら全然勝てそう。まああと全然オートで倒せるでしょう。どこまでいけるかな。20ぐらいまでいけたらいいですけどね。ラストが20なんですよね、確か。確かアルベルトとギスターブの変えれば、ただね、変えの人がいないんだよな。剣がダメなんでしょ。多分オナもダメだよね。オナも確か残高だった気がするんだよな。打撃パーティーか。あんまり育ってない。ああ、でも懐かしの雪だるま君とかもワンチャンあるから打撃だよな。なんか上がるよ、97ですね。はい、エキスタルマックス。そのライトアキスタルじゃない、アルベルト。アルベルトは、アルベルトどうだっけ？アルベルトもしかしたら、やっちゃったな。やっちゃったよね、確か。もう普通の S レアアルベルトも30になってるはずなんで、ダメでした。やばい、このカンスト問題なんとかしたいよね割と切実なんだけど。12戦いきましょう。さっきの場合だとまだいけそうっすよね。で負けるまでいきたいところではありますが、これもそんなに強くなかったな。昔は、おぉ、言ってたから。昔はなんかあれだね、セルフバーニングかなんかで過ぎましたね。大体セルフバーニング。いわゆるね、攻撃は、ソードバリアと、何か回避率。たまたま？ソードバリアとミサイルガードと、セルフバーに全て勝ってたんですね。まあ混合盾とかでもいいかな。さてちょっとこの2人がね、火力物足りないんだよね。ちょっとずつ回復しようか。ここはちょっとジニーちゃんが要になるから、ジニーちゃんは確実に生かしていきたい。まあわし向けまあ少しでも連携してもらえればありがたいか。ナギはまずいスタンドですね。ここで回復かなと思った。最後尾を狙ってくる、そういう修正があるかもしれない。まあそこ今ね、挑発してるから、ね、それもある。あ、そうだ、回復を当ててもゲージ上がるんだっけ。結構重要だね。反則剣みたい、回復でよかった。割と結構挑発しても意外と狙われないんだけどね。ここは武道拳打っちゃうと足りなくなっちゃうからなんで、ね、いいか。さあ一応フルオーバードライブで火力を出していきたいですよね。いや、なんか払い抜け、ナイスタイプ。あれ見てもちょっと
調子いいんだね。せっかく来たのに。くそー。これも予定外だ。できれば、欲しいよね。モニカちゃんの借りが欲しいわ。意外と挑発そんなに引っ張るよ。それともやっぱ最後尾狙う習性あんのかもしれない。たまたまかな。今回挑発出てないから、一応一点。ダメだ。OK。行こう。乱れ。条件。エアクラッシュ。来週。ほーら、まだ一緒だな。終わり。行きましょう。さあ。アメゴーラ・ベア・ダイフローズ・ティー。やっぱ残体性があるのがだいぶきつい。さあ、全体攻撃を食らっていくと、結構体力を持っていかれるから。で、セームの水もだいぶ良かったんだけど、これはやっぱ自分ですね、まず。悪くない判断だと思う。でしょう。まあ、ギリ倒、終わったか。ギリ倒せるかなと思ったけど、突き抜けが強いな。取られましたね。さようなら。なるほど。でもまあ、ここは勝てそうですね。うん。OK。まあ、あと3日あるからね。とりあえず、そうかな。せめてあと最後にパーティー考察をしようか。やっぱレジストついてると辛いんで、まあ、じゃあ、ウィークを作るべきでしょう。弱点を。ちょっと待って。さ、スタイルで技の、あれ見れるね。まあ、打撃で言うんだったら、雪だるまくんか。そうね。じゃあ、斧って、そうだ、主婦はどうなの？斧ってさ、斧はどこなんだっけ？斧はどの武器になるんやっけ。あ、ザンだ、ザン。めっちゃザンだった。ザンですね。ダメですね。ダーじゃなくてダメだから、シップだけ出せないのか。団体が相手だったら出せんのかな。打撃って思ったよりないな。杖とこれハンマー棍棒だけ。ちょっと意外と育ってないぞ。杖はね、正直火力になんないから。ソフィアちゃんか。大進撃弱すぎだ。あ、これきついですね。意外とメタれないわ。あー、メタれないね。打撃だけやって今有効だったので。そうよね。あとレジストついてたけど即成か。あーとしたら格闘技格闘タイガーアブリック最後のね、アスラさん。アスラパイセン戦うから戦闘力つく。レオニードとかの方が強いか。レオニードまだ全然強いできてないんだよな。稲妻キックでしたね。強いスワードか。2500不安だ。いやー、ちょっとメタリーづらいな。アジアンリーか。ガチョガチョ。なるほどね。これ厳しいですね。まあ、ある程度ちょっとうまくやるか。まあ、生きてなくねえが。メタリーの人が強いからね。で、この霊血撃とか、削岩撃とか、あ、敵なんかに復権ありだね。ロックブケちゃんの楽で生命の水も使えるし、意外とありありか、これは。そうだね。雪だるま君とジニーちゃん。雪だるま君がね、乾燥してるからあんまり使えないんだよね。しょうがないけど。まあね、今また後で。まあ、これはもしかしたらまだ動画化しないかもしれないですけどね。まあ、ちょっと裏でやろうかな。まあ、あれ聞いてるとこまで行こうかなと思います。お疲れ様でした。お祝いです。